あ、です。ロボットモードに、トランスフォーム,ォームなんかこう、何十年ぶりに再会したような嬉しい気持ちになりますね。素晴らしいロ,ドロボットモードだ。ボタファの秘密基地動画をご覧に皆さん、こんにちは、ウタファです。今日紹介するのは、これだトランスフォーマーレガシー。 ベロシロンスピーディア500コレクションオートボットコスモスタ <laughs> ーああ、全国のガンゲロウ集結やよ今日はね、これで僕と一緒に遊びましょうどうぞ最後まで見てください前回レビューした、えー、オーバーライド。これに引き続き同じシリーズの今回はね、これをレビューします。これは超ロボット生命体トランスフォーマーに登場したコスモスって書いてあるんだけどね、日本ではアダムスという名前でした。ファンにとって本当に待望の立体化です。 もうこれはね、今までの中でもう間違いなく決定版と言えるようなリメイクアイテムとなっています。パッケージはこんな感じでね、前回のオーバーライトと同じフォーマットの箱となっています。これはね、アダムスキー型の UFO から、ブサイクなズングリムくりや野郎とメガトロンに言われたんだけど、<laughs> かわいそうだよね。ロボットモードにトランスフォームするというね、非常に もうね、ファンにとってはたまらないキャラクターですね。開けましょう。o ろ、じゃん中はね、このように UFO でね、入ってます。で、こういうね、紙の中に付属品が入っているという感じです。それではまずはね、この UFO からじっくり見ていこうじゃんこれがアダムスのビークルモード !UFO なんでね、市販のディスプレイスタンドにこのようにセットできます。早速見ていこう このね、まずこのデザインがいいんだよな。アダムスキー型の UFO っていうと、まあだいぶ昔のなんかイメージですね。UFO ってこういう感じだったなという。特徴的なのはなんかここね、えー、ゴミ箱のポリバケツみたいにこう大きくて、えー、まさにこういう感じのデザインで、昔放映当時、トランスフォーマーがね、放映されてた時 木のおもちゃもまさにこんな感じのビークルモードでした。だから世代の人や思い入れがある人にとってはね、もうまさにやっぱこのビークルモードだよなっていう感じのデザインとなっています。もっと近くで見ていくとこんな感じで、ここの部分がね、塗装になっていますね。よーく見るとブルーだけじゃなく、ここもね、明るいスカイブルーだとかがありますね。オートボットのマーク。 世代的にはサイバートロンって言いたくなるね。艶消しの塗装になってて。で、ここはシルバーですね。造形もすごくいいですね。こんな感じですね。裏側から見るとこんな感じです。この変形はすごく期待できそうですね。手面はこのようになっていて赤くなっていますね。昔の玩具ではね、ここをスポッって引っ張り出すと頭部が出てくるというアレンジになっていました。そうだね。あの、これはね、カテゴリーとしてはミニボットと言います。 初代のトランスフォーマーには全部で11体いました。11人いたんだけども、まあ、今回はこの新しいフォーマットのリメイクの中では5体目のリメイクとなります。着実に揃いつつあるのが嬉しいよね。意外とね、結構ボリュームがあります。さあ、それから付属品行きましょう。ブラスター。ここにね、穴が開いている銃がついているのと、あとは 旗ですね。チェッカーズフラッグの旗がついていて、これよーく見るとね、塗装になってるんだよね。旗を振ってるエピソードあったっけなって結構思い出してるんだけど、パッと出てこないんだよな。もし知ってる人いたら教えてください。このように取り付けることによって、まさにチェッカーズフラッグになるわけですね。ここにマウントしておくことができます。こんな感じになります。 トランスフォーマーはやっぱり一つでも楽しいんだけどね、同じシリーズでずらっと並べるのも楽しいです。他にもオプティマスプライムをはじめとする、まあ大きいのから小さいものまで、様々なトランスフォーマーたちと一緒に並べるとこんな感じですね。いいですね。さあ、そしたらね、比較は最後、やっぱりこれを行きたいかな。トランスフォーマーアドベンチャーのところに発売されたアダムスです。やっぱり僕んちの我が家の一軍はやっぱりこれになっちゃうかなといった感じです。 さあ、それではね、変形させましょう。アダムス、ロボットモードに、トランスフォーム <laughs> 今回のアダムス、オタファテクニカルレベルズバリ 3! いや、もうこういうのでいいのよっていうぐらい、<laughs> 絶妙な変形パターンですね。楽しい変形パターンになっています。特に難しいところはないです。ゆっくり行きましょう。まずは、ここのパーツを引っ張って、外に出す。反対側も同様。 このようにしたら後ろこの黄色い軸を後ろに引っ張るでこれ自体は引っ張れないのでこの側をしっかり持って側緑の部分持ってこう左右にたわませてあげますこういう感じこう少しずつ出てきてるのが分かるでしょうかこ,うここまで出しますさあそしたら今度はここにロックがあって上に持ち上げるとロックが外れます 反対側も同様このように起こしますそしたら再び裏側から見ていきましょうこれが足になってますこの足のパーツを干渉をねこうどかしながら中央部分のこの軸を使ってこう前に出すわけですねそしたら上に押し込むとせーのロックがかかりますこうですね そしたら、さらに分割。こうなります。そしたら、足を曲げる。で、ここのパーツが、こうやってね、後ろに行きます。後ろから見ていきましょう。ここでね、ロックできます。反対側も同様。これ楽しいよね。ピタッと決まります。 ここですね、そしたらこのカバーを下ろすさあそしたらこの,はこのパーツですねこのパーツを折りたたんでこの中にピンを入れるそしたらここをこの黄色い軸を中心にぐるーっと回すそしたらここのピンを こういうふうにね、下ろしていき、かみ合わせると。そしたら、ここと、ここを引っ掛けるような感じで、この軸をこっちに持ってくるわけですね。ちょっと近くでやろうかう。引っ掛けて、ここに手首が入っています。反対側も同様。あ、そうだ、先に引っ掛けようか。こうですね、ここの軸が。 こうやって降りてくるわけですね。ごめんします。さあ、そしたら最後この天面ここを押すとパコッと開いて反転すれば変形完了ロボットモードだ。 おぉ <laughs> なんかこう何十年ぶりに再会したような嬉しい気持ちになりますね。素晴らしいロ,ドロボットモードだ。手でもこんな感じですね。で、プロポーションなんだけど、お世辞にもやっぱりかっこいいという感じじゃないよね。あのメガトロンがあのい言い放ったさ、ブサイクなずんぐりむっくり野郎って、まあひどいんだけどさ。<laughs> でもまさに、 そんな感じなんだけど、うん、まあ、僕から見るとね、もうなんて愛らしい、愛らしいんだろうなーっていう感じですね。もうこのプロポーションこそがアダムス。あ、ごめん、コスモスなんだけどね。ま、あ僕は世代なんで、アダムスって言いたくなっちゃいます。いやー、久しぶりのアダムス再会だねーという感じですね。近くでも見ていきましょう。まずは頭部。フルット層となっています。この顔いいよなー。本当にだからアニメだっ アニメとか、なんか僕らが知るアダムスのあの顔になってるんだよね。全塗装なのですごくリッチですね。小豆色に近い赤だったり、このフェイス部分のイエロー、そして目がスカイブルーで、ちょっと奥まっているところにあるんだけどね。これがまたいい顔してます。後ろから見ると、あの、もう本当にあれですね。昔の問いのように、こう引っ張って出てきたような感じのスタイルになっています。胸部はね、さっきの。 ポリバケツ見たいって僕が言ってたところがそのまんまですねこれ面白いよねこうか <laughs> あなんかやっぱこういう一手でこ,うこれが出てくるっていうところが面白くて好きだねそれから腕周りこんな感じですねもうまさしくあのアダプンスの腕っていう感じですつや消しになってますすすね質感がすごくいいですそれから腕周りはこのようになっていてちょっとこうガトリングっぽい造形になっていますねこういうところもかっこいいですね それから足回り、こんな感じですね。特に長、長い足ではなく、スリムではなく、やっぱりね、こう、ちょっとずんぐりむっくりしてるんだけど、ー、なんて愛らしいんだろうなーという感じですね。こう、綺麗な丸が、丸の、あの部分がね、ちゃんと変形しているっていうところがいいですね。後ろから見るとこんな感じで。うん、そんなに、あの、肉抜き穴とかあんま目立たない。こう、プラスチックのね、程よい肉厚感をこう感じれます。可動範囲見ていきましょう。 ボールジョイントでこうグリグリ動くという感じですね。えー、またですかーみたいなね。あの、偵察をよくするんだけど、あの、コンボインにね、あの、2回目の偵察を頼まれたとき、えー、またですかーって言って、こう、<laughs> し,ぶしぶ行くところとかねうん、本当になんか劇中の、なんていうのかな、強くてたくましいっていう感じじゃないんでね、ちょっとこう、ちょっとへなっとした感じなんだけど、うん、そういうところがやっぱり好きだよね。うん 頭部以外は軸でしっかりとね、動きますね。肘。肘は90度といったところですね。で、ここに軸があって、こういうふうに動きますね。手首は可動は特にしないですね。それから腰。腰ちゃんと回るんだよね。後ろで少し引っかかるんで。あ、引っかか、うん、そうだね。引っかかるね。まあ360度はいかないけど、大きく可動しますね。足。 感じですねここも渋みがしっかりとあります。ここでロールします。膝は、一軸で90度。それから、内側。前には動かないですね。各部を動かして、アクション可動範囲はね、大変広く、あの、足首がね、結構大きいんで、割と、なんていうかな、こういう、ほぼ片足立ちみたいな感じで、立たせてでもしっかりとね、立ちますね。それから、銃をね、普通に構えるとこんな感じになります。 それから、あとは、本体のね、いろいろなところに5ミリ穴が開いています。こういったところに、武器を使わないときとかはね、マウントしておくといいかもしれないですね。こうでもいいし、こういう感じでもいいですね。さあ、そして、ロボットモード最後は比較。他のミニボットたちと一緒に並べるとこんな感じです。まあ、5体の中で、ま、中くらいかな。横幅は一番大きいかな。さあ、そして、他のね、トランスフォーマーたちを一緒に並べるとこんな感じです。 改めてトランスフォーマーの魅力って本当に小さいのから大きいのまでいろんなキャラクターがいてうんその中でこのアダムスやっぱり唯一無二なプロポーションとデザインだなと思いますねさあそして最後はトランスフォーマーアドベンチャーさっきのやつのロボットモードですね違うんだよかーちゃんうんやっぱりそうだね思い入れのある人にとってはやっぱりこっちの方が馴染み深いかなという感じがしますねこれはこれでね あの、悪くはない。いいけど、アダムスカって言われると、やっぱりこっちに軍配が上がるかなという感じです。ロボットモードはこんな感じ。さあ、そしたらね、最後は再びビークルモードにしましょう。トランスフォーム <laughs> 基本的にはさっきの逆の手順ですね。どんどん行きましょう。トープを収納し、腕をこのように開いておきます。 そしたらロックを外すこうですね軸をこれですねこの軸をしっかりこっち側に持ってくるっていうのもが一つポイントですねこのようにしこれを上げておいてそしたらここですねロックを外すロックを外してここのカバーも伸ばして軸の中心でぐるーっと回す こですね、そ,そしたら足かかとですねかかとを元に戻し下に下ろす反対側も同様こうですねそしたら左右を接続こですねこのようにしたら軸をね引っ張ってロックを外す。 でこの足の一体をこう前に出しておくわけですねこういう感じこのような形を作りますそしたらここですねここでロックロックしながらまあ少しずつ形を整えていくような感じですねそしたらこれをねこの軸を押し込むというわけですねで最後に。 これを内側に持ってくればこれで戻りましたね一通りの装備方はこんな感じ再びトランスフォーム <laughs> というわけで今回のトランスフォーマーレガシー <laughs> デラックスクラスオートボットコスモスのレビューいかがだったでしょうかこうね一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思いますまあレビュー中僕は アダムスって言ってたんだけどね。まあ僕は世代なんで、そっちに思い入れがあるからそう言ってたんだけど、まあ正しくはね、コスモスです。まあ、 そうだな。もうとにかく言うことはないという感じだな。まさに待ち焦がれていた。あこんな感じのアダムス欲しいなっていう感じのものが出たっていう感じで本当に大満足ですね。あの変形パターンも面白くて何度もね変形させたくなります。両形態のプロポーションも本当に素晴らしいといった感じです。さあ、あとはね、もうこれは今のところ宝、ミ富さんから発売の予定はまだないんだよね。正式なアナウンスがないです。できればぜひ、 ぜひ、タカラトミーからもね、発売してほしいですね。といった感じで、ね、そうじて僕は大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつもね、本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画で、お会いいたしましょう。おたこでしたまたねー ミッションをくせよう変化が与えい憧れてた夢のトランスフォーマの君つきん